2023年8月23日 DeNA 戦、大瀬良選手5回2失点の連投、中継ぎ無失点2例、10安打の猛攻で5得点、投打がしっかり噛み合いカープ4連勝。危なげなく勝利できたな。しっかりダメ押し点も取れてるし安心して見ていられるよね。今回のトピックはこちら。大瀬良選手5回2失点。西川選手、猛打賞2打点5試合連続打点。中継ぎ陣の無失点2例。全員野球。以上のトピックに対してファンの反応を見ていくよ。大瀬良選手5回2失点。ホームラン打たれたけど試合は作ってくれた。しっかり勝ち越してくれた野手に感謝しつつ次回もしっかり投げてほしいね。最近の中では良かったんじゃない？勝利投手にもなってるしチームを勝たせてくれるなら文句ないかな。石川選手、猛打賞2打点5試合連続打点。最近いつもタイムリー打ってるね。コソノも当たってるし得点能力が上がってきた。やっぱり西川がいる打線は心強い。本物の天才バッターだと思うな。何でもヒットにしてしまう。岡本のような4番も嫌だけど西川のような4番も相手からしたら嫌だろうな。中継ぎ陣の無失点2例。勝ちパターン離脱しててもこのクオリティ。島内もしっかり修正してきたね。早めの継投でも勝ち切れるのは強いよね。栗のおかげで休めてたからよかった。リードして継投に持ち込む必勝パターンで連勝伸ばしましょう。全員野球。打っては小園と西川の猛打賞、投げては大瀬良粘りの投球と中継ぎ無失点リレー。途中出場の選手も役割をしっかりこなしてくれる。今日はまさに新井カープの全員野球が見れたいい試合だった。日替わりヒーローが誕生する時もあれば今日みたいなみんなで勝ち取った勝利もある。ここに来て打線が上向き投手陣をカバーでき始めた。さらに離脱者が戻ればそれこそチームが完成するんじゃないかな。優勝厳しいけど諦めないよ。今日は活躍した選手もいるんだけど全員野球というコメントが多い印象だったよ。連勝してあった時もそうじゃったな。阪神の背中が遠いんだけどこのまま連勝を続けたいね。ということで4連勝を飾った一戦に対してファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。